株式会社開活フロンティアは、神奈川県横浜市鈴木区に本社を置く、カラオケボックス、コートダジュール、複合カフェ、開活クラブフィットネスクラブ、開活フィットネスクラブなどを運営する企業である。青木ホールディングスの子会社であるため、閉店となった青木の後継として出店する場合がある。全店舗が直営店となっており、開園制を採用している。 店舗によってサービス内容や設備が大幅に異なる。インターネットカフェでは、ほとんどの店舗で採用されているナイトパックなどの夜間帯割引を排除する店舗も出現している。現在の店舗は、コートダジュール店舗、料金案内、開活クラブ店舗、料金案内、開活フィットネスクラブ公式サイト、開活クラブフィット24公式サイトを参照。 いずれも2021年4月14日時点。北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、 沖縄県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県,県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県。なおコートダジュールは、北海道、四国、 沖縄には一店舗もない。かつては、秋田県、三重県、滋賀県、奈良県にも出店していた。47都道府県全地域に出店。ありがとうございます。